魔改宗の前に現れた黒魔術軍の軍師高山ウコン。ウコンはホムラを召喚し、魔改宗を始末しようとする。そこに現れる霧隠れ才三、魔界少女剣神楽坂トマキ、五芒星軍阿部の生命、魔界水軍滝夜叉が現れ、五芒星軍霧隠れ才三対黒魔術軍ホムラ対魔界水軍久喜義高の魔界連闘会の第一試合が始まる。戦いは久喜義高がホムラを倒し勝利。久喜は浅木を返せと願うが、神楽坂はこれを拒否する。次の試合は五芒星軍末隆房対黒魔術軍真田大輔対魔界水軍俵の塔との戦いとなり、この戦いは大輔が隆房を倒し勝利した。第3試合、五芒星軍鶴姫対魔界水軍越智康成対黒魔術軍大堀康房の因縁の戦いとなり、大三島の3人の悲しい戦いは鶴姫が康房を倒し勝利し、鶴姫は愛する人の記憶を取り戻す。魔界連闘会最後の試合、魔界水軍藤原の住友対五芒星軍地雷屋と前田啓司対黒魔術軍渡辺綱の戦い。住友は地雷屋の中にいる者を解放すると言い、木戸丸を人質に取り、地雷屋に強制的に戦わせ、地雷屋が住友に倒されそうになった時、魔界宗兵糧王が助けに入る。しかし兵糧王も倒され、そのことにより地雷屋が覚醒し暴走する。しかし住友に地雷屋が倒され、とどめを刺されそうになった時、魔界宗が地雷屋を助けるため住友に襲いかかるが、返り討ちに遭い、一人また一人と魔界宗は抹殺されていく。そこに現れた悪老王は、住友に怯える兵糧王に対し、仲間一人救うことのできない脳なしだと吐き捨てる。その言葉は兵糧王を覚醒させ、住友と悪老王は倒されるのであった。